愛妻家で妻とは一日中連絡を取り合っている富澤は、奥さんが料理を作ってる時は両手が塞がっているため触りたい放題と語っている。奥さんが好きすぎて一緒にお風呂に入ったり入浴中の姿を見るために覗きに行くこともある。ある収録終わり、局員が見送りに行き挨拶をすると、笑顔で答えそのまま扉にぶつかっていった。ラグビー部なのにバットを持っているこの写真は、当時から芸人を志していた富澤が数年後に見た時に面白いかもと選んだもので、先生には怒られるどころかバットに描いてあるロゴが見えた方がいいよとアドバイスをもらった。北朝鮮のミサイルが日本に落ちるのではないかと言われていた頃、独身でたひぬのは嫌だから明日結婚しようと奥さんから言われ結婚を決めた。単独ツアーの手伝いに来てくれていた後輩に13万の財布をプレゼントした。後輩がもらえないですと言うと、このプレゼントが重いと感じるのなら売れて俺に新しい財布を買ってくれと伝えた。